おはようございます、おはようございます、ヘルチャンネルの時間でございますよ。さあ今日はですね、何をするのかって言ったらですね、天気もいいじゃないですか。ほいでね、今日はですね、セカンドチャンネルで前回お届けしました動画のですね、続きを皆様にですね、お届けしようかなっていうふうにですね思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。そんなわけでございまして、前回の動画の今日はですね、続きをですね皆さんにお送りしようかなって思うんですけど、それは何かって言ったらですね、前回の動画が何かって言ったらですね、このハンター株 CT125 に究極のガソリン添加剤ワコーズのコア601っていうのをですね入れて走っていたんですよ、前の動画でね。でそのガソリン添加剤を入れたガソリンをですね全部使い切って、普通のガソリンを給油したらですね、あ、パワーが落ちちゃった、弱いよ君、弱いよみたいなところで終わったんだ、前回の動画はですね。おいで、もういつまでも弱いばっかりだったらですね、おじさんもですね辛いというわけでございますので、ちょっとですねコア601はさすがに高くて入れられないんですけど、このハンター株にですねいろんな小細工をしてですね、あのコア601が入っていた時のフィーリングにですねできるだけ近づけていこうっていうですね、そういうね今日は動画をお届けいたします。ほいでね、何の小細工したのかって言ったらですね、エンジンオイル交換したわもう手っ取り早くですねエンジンオイルのですねサラッサラのですねもうですねシャバシャバのエンジンオイルに交換したというわけでございます。前回ですねコア601がですね入っていた時はですね、ヤマルーブの RS4GP っていうですね10ウィンター40のちょっと固めのオイルが入っていたんですよ。で今入れてるエンジンオイルはですね、ニューテックの NC51、 ほら出た NC51、 ゼロウィンター30っていうですねシャバシャバのエンジンオイルにですね交換したらですね、エンジンの回転がですねやっぱり滑らかになったりとかですね、軽やかになって、多少なりともですねなんか トルク感が感じないんですけど、速度の乗りがですね良くなるんじゃないかなって思ってですね、エンジンオイルを交換いたしました。ゼロインター30のエンジンオイルを入れてですね今走ってるんですけど、何を感じてるのかって言ったらですね、相変わらずこのニューテックの NC51 ってやつはですね、もうほんとスカスカにエンジンが回るなってですね、まあ抵抗感がないっていう言い方したらいいのかな、もうとにかく回ってますよ、回るよ回るよ僕回るよみたいなですね、全くオイルの存在感をですね感じさせずにですね回り続けていくというのはですね相変わらずだなっていうふうにですね思っております。コア601を入れてる時のですね特徴で、よく言ってたじゃないですか、今ハーフスロットルでこうやって一定速度で走ってるんですけど、ここでアクセルをグイッと開けた時にですね、お、あ、割といいんじゃないか。コア601の時にはですねハーフスロットルでアクセルをちょびっと開けた時にですね、トルク感を伴ってですね、うおーこいつ力強いな、うおーみたいなことをよく言ってたじゃないですか。今同じようなことをもう一回やってみましょう。低速走行からアクセルをちょっとだけですね、えいっ、うん、あ、いいんじゃないか。そんな、あ、びっくりみたいなことはないんですけど、わ、すげえなこいつみたいなことはないんですけど、うん、ついてくるね、よいしょ、あー、まあ、うん、まあまあどうかな満足しとらんじゃないかみたいな、もう納得しとらんじゃないかおじさんみたいなことをですね、そりゃあのコア601の時のですね、あのえいってやった時にあうーみたいなことはですね、そこまでのことはやっぱりないなもうちょっと爆発力が欲しいな、味わったからな、一回美味しい食べ物をですね食べたらですよ、お、例え話しましょうか。例えばですね、マクドナルドあるじゃないですか、言ってるな、大丈夫か、セカンドチャンネルだから大丈夫だよね。マクドハンバーガーって言ったらマクドナルド、もうマクドナルドしかですね食べていなかったんですけど、ある日ですねモスバーガーを食べたんですよ。うお、すげえ美味しいじゃんかモスバーガー、なんやこれとか、あ、でも値段高いねっていうね、そういうことがあったとしますよまあどっちが美味しいかっていうのはですね皆さんの判断に任せるんですけど、でモスバーガー食べた後にまたマクドナルドのハンバーガー食べたらですね、あ、まあハンバーガーってこんなもんよねみたいなですね、今そんな感じ伝わってる。でもな、ニューテックのオイルを入れてるからマクドナルドは言い過ぎだよな、ロッテリアぐらいかな今、うん、そうだな、そうだな。うわ、大丈夫なんだろうか。ここの部分カットしようかな。そんなわけでございまして、今ですね、このハンター株 CT125 はですね、ロッテリア仕様になってるというわけでございます。
さあさあ、そんなわけでございまして、このロッテリア仕様のハンターカブ CT125 で幹線道路を走ってみたいと思います。爆発力はですね、あんまやっぱり感じられないんですけど、エンジンの回転がね、やっぱりすげえ滑らかに、滑らかっていうか、もうスカスカに回るな。すげえな、こいつ。やっぱり、速さだけを追い求めるんだったら別にいいんだよ、これで。これで正解なんですけどね。楽しさがね、これを例えるとすると何かな、高級食材を買ってきてね、刺身なんかこうやってバッと食べたらですね、あ、美味しいなっていう風にですね思ってですね、でもね醤油つけて食べたいなみたいなですね、醤油とわさびが欲しいんですけどみたいな、美味しいのよ、確かに高級なねマグロだから、マグロの刺身があるかどうかって分かんないんですけど美味しいんですけど、醤油とわさびも欲しいなみたいな感じのことを今思っております。コア601を入れた時にはですね、やっぱり燃焼室で爆発力が上がってなんかパワーを感じるっていう感じだったんで、爆発力をですね上げればいいんじゃないかな。うん、そうだね、それが大津さんのですね醤油とわさびになるというわけでございます。今日伝わってるかな、例え話が多すぎてから伝わってないんじゃないかな。さあ、どうやって爆発力を上げるかな。まあ、手っ取り早くですねプラグっていうのは分かってるんで、プラグはですねあのひばりチャンネルさんの動画見てですね、スパークプラグの実験動画出してるんだひばりチャンネルさんで、あれ見てですね大津さんもですねプラグはですね発注したというわけでございます。あと何があるかな、 あとエアクリーナーね、あれもですね、まあ、発注してるんだ。そうそう、これもついでに言っとこう、昨日ですね GO ファクトリーさん、オートバヤさんですね、そちらによってですねあるものの話をずっと聞いていたんですよ。皆さんからコメントよくいただいてるじゃないですか、スーパーゾイル。大津さん固くなに入れてなかったんですけど、ごめんね大津さん、あのオイルの添加剤っていうのがどうしてもですねちょっとですね馴染めないなって思っていたんですけど、オートバヤさんに行って話聞いてみたんですよ。まあ皆さんからコメントいただいていましたですからね。そしたらですねスーパーゾイルはあの船の船外機に使っちゃいけないらしいですね。なんでかって言ったらですねエンジンが回りすぎるようになって壊れるから船外機にはですね使っちゃいけないっていう話聞いたんですよ。そんなに回るんみたいなですね、またおじさんがですね、そんなに回るのってからですね、スーパーゾイル入れてみようかな。さあ、いよいよおじさんですねスーパーゾイルにですね手をですね近日中に手を出すというわけでございます。だからプラグ変えてエアクリーナー変えてスーパーゾイル突っ込んで、そのスーパーゾイル突っ込むエンジンオイルは今ゼロインター30のニューテックの NC51 になってる。さあどうだ、これでですね少しでもですねモスバーガーの味になればいいんじゃなかろうかなっていう風にですね思っております。今人がいたからすげえちっちゃな声になっちゃったうわー、風に押されてるなあではでは